ケンブロックはアメリカ合衆国のモータースポーツ選手、カリフォルニア州出身。現在は主にラリードライバーとして活動しているが、かつてはスケートボード、モトクロス、スノーボードの初競技においても活躍していた。幼少時から車の運転に並々ならぬ興味を示していたケンは、運転技術習得と同時に、両親の車でジャンプやドリフトなどの過激な走行を始めた。 また、アメリカ国内において行われるラリーイベントにも強い興味を持っていた。しかし、彼がラリーの道に進むのはまだ先のことであり、最初にスケートボードやモトクロス、スノーボードといったエクストリームスポーツに本格的に取り組み、その世界において実績と名声を築き上げた。1994年、スケートボードのプロ選手であるコリン・マケイラと共に、 スポーツ用品メーカーの DC シューズを共同設立。後に DC シューズはクイックシルバー社に買収されるも、このビジネスの成功によって、ラリーに本格的に取り組むための時間と資金を手に入れた。2005年にラリーアメリカに初参戦。同年のルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝く。続く2006年は2位を獲得し、後年も継続参戦しているが、 これまでタイトルを獲得したことはない。ラリーアメリカの他に X ゲームズにも参戦し、こちらでも多くの実績を上げている。2010年のラリーカタルーニャにて2007年に世界ラリー選手権デビュー。2008年に EO ァッキンボス32スポット参戦。その後、2010年にプライベーターチームモンスターワールドラリーチームからフォードフォーカス RSWRC で WRC に参戦。ラリーカタルーニャでは9位で乾燥手発ポイントを獲得した。2011年は新規定に沿ってフォードフィエスタ RSWRC にスイッチし、この年のラリーフランスでは総合8位に入った。2012年は参戦のみのスポット参戦だったが、ラリーメキシコ、ラリーニュージーランドで9位に入っている。 アメリカ人として WRC に複数年連続参戦したのは彼が初めてであり注目を浴びた年でもあった。2013年は新チーム風ニガンレーシングディビジョンから参戦。WRC ではメキシコのみの出場となったが一時総合6位につけ最終的には自己最高位となる7位入賞を果たした。一方ラリーアメリカでは最終戦を前に トップから5ポイント差の2位につけ、自身初のタイトル獲得が期待されたが、小ドライバーのミスでクラッシュしマシーンは大破、念願のタイトル獲得はならなかった。2014年は、M スポーツワールドラリーチームからラリーカタルーニアに、スポット参戦し、最終 SS 前まで、ポイント圏内の10位につけていたが最終 SS で、パンクを喫し13位に終わった。2018年は、 WRC 第12戦ラリーカタルーニャに昨年のチャンピオンマシンフォードフィエスタ WRC で4年ぶりにスポット参戦を果たした。しかし第1レグ最後の SS7 で痛恨のクラッシュをきっしりダイヤとなり翌日のターマックセクションを走ることなくラリーを得た。また2011年には第1のテストドライバーとしてトヨタ TF109 に乗る予定だったが身長が高すぎて コックピットに収まらず中止となった。同年には本格的にラリークロスへの挑戦を開始。2011年に地元アメリカを中心としたグローバルラリークロスの最終戦にスポット参戦したのを皮切りに翌年にはフル参戦を果たした。2014年は2勝するもわずか5ポイント差でタイトルを逃した。2015年は3勝をマークするもタイトルを獲得した。 スコットスピードに100ポイント以上の差をつけられランキング7位に終わる。それと並行して2014年に世界ラリークロス選手権の2戦にスポット参戦。その初戦となったノルウェーでいきなり3位に入り、ポディウムを獲得した。2016年からはチームメイトにノルウェー出身のアンドレアス・バック・ラットを迎え、フォードフォーカス RX でフル参戦。 第2戦北拳ハイムで3位表彰台を獲得するが、以降は苦戦し、ランキング14位となる。翌年は、表彰台こそなかったが前線でポイントを獲得し、前年を上回るランキング9位となった。一方チームメイトのバックラッドは2016年3勝をマークし、タイトル争いの末ランキング3位を獲得。しかし翌年は4度表彰台に上がるも、未勝利で、 ランキング6位に終わる。県は競技のためのドライビングのみならず、楽しいドライビングを追求し続けており、2007年にディスカバリーチャンネルの番組や DC シューズのプロモーションフィルムにおいて、マシンを大ジャンプさせたり、スノーボードパークをスノーボーダーと共演しながら駆け抜けたりといった過激なドライビングを披露。17年現在も、この企画は継続している。ありがとうございます。